じゃあ宇治天然温泉源氏の湯です、これは当店についてる、紅屋弁当のご飯と茶碗蒸しと味噌汁ですね。この茶碗蒸しはさっき試食の動画で食べましたね。中ちゃんは崩れてます、開けたらちゃんと綺麗な形で入ってますね。普通はで、ちょっとこのお漬物をね、お漬物そういえばなんか食べてどういうのかちょっとやったことなかったのでちょっと食べてみると思いますね。よいしょ。スタンダードです。美味しいですね。さっぱりして、もうご飯がこう、ご飯食べたらもう動画長くなるの食べないですけど、ご飯が食べたくなる、お漬物です。お味噌汁もいいですよね。よいしょ。わかめが入ってますね。お寿司、お味噌汁もちょっと飲んだらもう動画が長くなるのでやめますけれども、こういうふうに、いつもの、便利弁当についているこの、三種の神器プラス1ですね、このお味噌お漬物、ぜひこれもね、当店来たら楽しんでいただけたらと思います。お風呂入った後にこう日本人らしいね、ご飯とお味噌汁とチャームして楽しんでいただけたらと思います。以上です。